峰田勝明の沖縄移住でワクワク楽園生活。沖縄移住でワクワク楽園生活の時間です。この番組は沖縄に関する生の情報をお届けし、ワクワクする沖縄の楽園生活を楽しんでもらおうという番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797fmgino1.com。 FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。たくさんツイートしてください。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。 CM の後ですね、本日はゲストがいません、はい、私がね、アシスタントの知念子春ちゃんと沖縄情報をね、ちょっと新聞からとかね、引き出して、あと、先週までというか昨日までちょっと本土の方行ってきましたので、まあ、その情報もちょっとお伝えしながらね、お届けしたいと思います。それではですね、この後午後5時までよろしくお願いします。それではここで一旦 CM です。10秒前です。はい、沖縄移住でワクワク楽園生活の時間です。本日はですね、趣向を変えてですね、ゲストが、ちょっと、お休みしていただいてですね、私が沖縄の情報とかをお届けしようという職場で、ね、今日はやってみたいと思います。よろしくお願いします。今日はね、なんと休日だったんですね。はい、はい、安室奈美恵さんの日なんですだったとか、それは なくなったんですか。でしたっけ。本当は なんて言うんですかね、これ何の日でしたっけ。敬老の日でしたっけ。はい、敬老の日ということでね、なんか新聞にもちょっと琉球新報なんかにも載ってますけどもね、はい、65歳以上最高 28.4% って書いてあってね、見出しがそんな風に書いてあるんですけども、何が 28.4% なのかというと、なんと
就業者65歳以上 の、 あの働いてる人の割合がなんかね862万人ということですね。はい、結構ね元気で働いてらっしゃる方がねいるんですね。今日もね結構元気で働いてる人たちがねいると思いますけどもね。はい、でもあのなんだろう、前年よりも32万人多いということですね。すごいですね。もう過去最高を更新しましたってことですね。はい、もうなんかあれですね、人手不足っていうのもあるらしくてですね。あ、なるほど。でも世界的に見ると、世界的に見てもですね、65歳以上の割合っていうのは2位がイタリアなんですって。はい、3位はポルトガルということですね。なんか2位が 23%、 3位も 22.4% ということでですね、はい、28.4% ということで結構あのぶっちぎりで突出して高齢化が進んでいるという状況が分かるみたいですね。なるほど、はいはい、沖縄のおじいおばも元気ですからね。結構すごく元気ですね。働いてるっていうよりもなんか楽しんで、まあね、そういうあの自分のおばあちゃんもなんです、うん、もうやっぱりずっとお家にいるのは嫌みたいで。あ、そうなんですか。はい、自分のおばあちゃんがもう80代前もう中中なんて言うんだ85、6の年なので、あ、もう車もさすがに免許はもう返して。あ、そうなんですか。持ってないんですけど、運転もできないんですけど。それはちょっと安心ですね。こっちとしては安心なんですけど、うん、おばあちゃんからするとやっぱり嫌みたいです。あ、取り上げられちゃったってやっぱりもう出かけたい、車があることでやっぱり自由に、うん、出られるじゃないですか。 だけどやっぱり自分たち2世帯住宅なんですよ。1階におばあちゃんと一緒に暮らしてるんですけど、はいはいはい、このやっぱりおばあちゃん気使っちゃってあっちこっち出かけたいけど言えないっていうかのようこの前お話ししてました申し訳ないさみたいな。なるほどね。出かけたかったら、はい、あのお嫁さんとかに一言言って、そうですね、乗せてってって。はい、私とかにも、はい、でもやっぱりちょっと気使っちゃうみたいで。あ、そう、じゃあ逆にあれだね、おばあちゃん今日出かけたいところないとかって聞いてあげるのがいいのかな。うん、そうですね。だからでもおばあちゃんはだからいつの間にかお家にいない、出かけてる時があって、その時はもう勝手にタクシーに乗って出かけてるみたいです。そうだよね、もうタクシーを利用すればいいんですよね。まあそうですね、でもやっぱ近場ですけど、さすがに遠ではもう最近はおばあちゃんはしてないですけど。そっかそっか。でもうずうずしちゃうみたいですお家にずっといると。へえ、はい、それはでも悪くはないのかな。そうですね、なんか、うん、多分まだ気持ちが若いのかなと思って、はい、そっか、80過ぎて元気でもう毎日ワクワクしながら、はい、今日どこ行こうみたいな。そうですね、素敵だなと思いますね、おばあちゃんを見て。はい、そうなんですねそうそう、あの女の人っていうことですけどね、おばあちゃんだから、はいはい、まあ、労働調査によるとね、65歳以上の就業率15年連続で増加してて、男性は512万人いるそうですね。そんなに。 33.2%。 ああ、そうなんですね、うん、女性は350万人。女性も結構いますよね、うん、女性の方が使えるのかな、もしかしてね、うん、でも 17.4% か、うん、あ、なるほど、うん、年齢別だと65歳から69歳が 46.6%、うん、やっぱまだ働くんですね。あ、どっちかっていうとやっぱりあれなのかな、うん、年金が少なくなったから働かなくちゃって感じなのかな。あ、そういうのも多分、うん、あるんでしょうね。 46% 半分弱、うん、まだまだそうですよね。まだ年金もらえないのかな、まだ、うん、70から74歳でそれでも 30.2% ですね。うん、75歳からはぐっと下がって 9.8% っていうことでしたね。はいはいはい、うん、なんか総務省の推計がね、琉球新報の一面に載ってましたけどね。はいはいはい、はい、そんな感じですね。はい、で、まあ、県内でこれまたちょっと前の新聞だとね、県内で100歳以上っていうのは沖縄県内ですね、はい、何人いると思います、県内で。あ、何桁になるかなって感じ。あ、何桁か、100歳以上ですよね、うん、あ、桁では分かっちゃうかな。
まあ、多分自分的には2桁はいらっしゃるのかなっては思うんですよ。だけど、はい、あ、どうなんですか ね、ヒントヒント、はい、全国でも7万人を超えてるそうですよ。え、この100歳以上。そう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 、びっくりでしょ。びっくり、うん、7万人ってどんぐらいなのかちょっと分かんないけど、ちょっとピンとこないですけど、ちょっと多いかなって気が。確かに、うん、でその中で沖縄県ないだけだとっていうことですよね、はいはいはい、でも沖縄はやっぱり昔から長寿県って言われてる県なので、うん、40人ぐらいですかね、もっとかな。うーん、なるほど、いいとこついてますね。もう一声って感じかな、うん、あ、60とか。うん、あのね、はい、県内で100歳以上は、はい、なんと1154人。全然惜しくないね。もう4桁じゃないですか。そう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 、びっくりでしょ。だから 40人とか。そうなんです。4桁ってことですね、はい、あら、あ、4桁超えですよ、1154人。ちょっとびっくり、うん、びっくりっていうか、でもあの東京が10分の1のあれで、全国で10分の1が集まってて、はい、沖縄は100分の1っていうから、まあまあ、あ、でも10分の1より超えてるのか、うん、100分の1より超えてるのか、うん、やっぱり多いんですかね、沖縄は。ですね、うん、すごい、全国でも71,238人だそうですよ。すごいですね、うん、でも初めて7万人を今年超えたそうですね。あ、そう、これはもう2019年の、そうですね、今年の、はい、へー、そうなんですね、うん、昨年からは1453人多いんですって。なるほど、うん、で49年連続の増加。へえ、すごい、はいはい、その連続で、はい、あの、日本はいろいろ高齢化社会とか進んでるってよく言われてますけど、うん、でも逆にすごいですよね、こういう100歳以上まだまだ元気なお年寄りの方がいっぱいいるっていうことは、うーん、元気かどうかは分かんないけど、あ、まあ、そうなのか、元気だといいですね。本当に元気なね、だから100歳まで生きてんだから元気なんでしょうね。うーん、下手にね、やっぱり80とか70とかいくとちょっと衰えたかなって感じで、だけど100歳まで生きちゃうとね、もう生きてんだか死んでんだか分かんないぐらい元気なんじゃないですか。多分もうだって、物だって100歳超えると妖怪の仲間入りって言いますからね。そうなんですか、うん、そう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 、もう十分あれですよ、もうすごいすごいもんですよね、本当にね、うん、本当に、うん、でもあれですね、うんと、なんか住民基本台帳っていうのを元にしたそうなんですけども、はい、はい、女性がね、女性の割合っていうのは結構多いそうなんですよ、うん、はい、これ何パーセントぐらいだと思います？60ぐらいですかね。うん、あ、そうですね、女性の方がね、やっぱり、はい、あの小春ちゃんのおばあちゃんと一緒でね、はい、女性の方が元気なイメージありますよね。ありますね、はいはい、なんと100歳になるとね、女性が 88.1% ですって。あ、もう女性の方がほとんどもう占めてるんですね、はい、です。これはなんかなんでなんですかね。やっぱりね、うん、男って、僕の感想ですけども、はいはい、僕もあのいろんなあの高齢者とか見てきて、はい、いろんなあの高齢者にお弁当を配ったりっていうのを本土でしてきたんですけども、うん、だいたい傾向として、はい、男性ってね、あのできないところに目を奪われがち、女性っていうのはもうないものはないものとして、うん、今できることで何やろうかみたいなね、前向きなんですよ。あ、考え方とかも含めて、うん、特にあの男性で活躍、うん、社会で活躍してきた人って、うん、あのどうしてもあの自分はこんなことできてたのにとか、あ、昔のことを、うん、俺こんだけのことやったとかね、なんかそういうのにとらわれちゃって、でだんだん年取ってくるとできなくなってくるじゃないですか、うん、でもさっき言ったことも忘れちゃうんですって。で昔からやってきたことってなかなか忘れないから、それになんかプライドとかが加わっちゃうと、どうしてもなんか暗くなりがちっていうかね。あ、なんか過去の栄光にちょっと、うん、そうかもしれないですね。うん、まあまあそういうの捨てるのもね、うん、長生きする秘訣なのかな、もしかしたら。うん、新しくなんか自分ができなくなったことにフォーカスしないで、なんかこれがまだできるぞとかね、うん、できる方向にシフトするっていうのが
なかなか男性には難しいらしいですね。うん、うん、特にあの1回ね、あの事業で成功したとか、どっかの会社で部長になったとかね、うん、そういったなんか栄光がある人は特に注意ですね。通用しませんからね、年取ったらね。早くね、頭を切り替えて。なんかこの前読んだ本でね、50歳以降から50歳になったらそういうことにシフトしていった方がいいっていう本をちょっと読みましたよ。特にあの、なんだろうな、結構な経営者の方で、うん、会社で働いてきた社長さんがそういうこと言ってましたね。あ、そうなんですね。うん、なかなかできないんだけど、うん、そういうふうにしていかないと、どん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 、例えば80歳になった時にもう今のなんていうのかな、例えばあの50歳から80歳って30年もあるじゃないですか、うん、その間にすごい進歩しちゃうんですって、社会が。あ、前まではね、50歳でバリバリ自分がやってた頃って、うん、あの今80歳の人、パソコンなんてなかった時代じゃないですか。そうですよね。なかったとまでは言えないけど、まあ、でもここまで進歩っていうか、そうそう、進化はしてない、うんうん、小学生がね、パソコンとかスマホとか使いこなしてる時代に、うん、もうおじいちゃんなんか何の役にも立たないぞみたいなね、うん、何にもできないのみたいな感じじゃないですか今ね。あ、まあ、うん、そんな時代がもう自分にもね、やってくるって考えると、もう今のうちからもう新しいものに目を向けて、新しい人はどんどんね、すごくなっちゃって、例えばあの車なんか運転できるぜなんて自分なんかも持ってるけど、もうそろそろ自動運転とかね、あ、確かに、うん、車が勝手に動いてくれる時代とかがもしかしたら来ちゃうかもしれないんで。でも自分、去年かあのデイケアでアルバイトさせてもらってた時があったんですよ。はいはいはい、デイケア施設でおじいちゃんおばあちゃんと一緒にあのすごいね、あのアルバイ、あのお話をしていた時期があったんですけど、ほうほう、私がこのアルバイトをしていたさっきのおじいちゃんおばあちゃんは結構、うん、あるおじいちゃんは本当にもうスマホバリバリ使っている方もいました。80代ですごいな。やっぱそうじゃなくちゃいけないですね。はい、あのもう本当にお孫さんと LINE をされてて、そういうことできるといいですね。はい、でなんか、はい、その日すごくご飯のメニューが美味しそうなメニューだったら、それを写真もうバリバリ、なんかどう撮ったらいい角度で撮れるかな、まあ、ちゃんとして、じゃあそこら辺のオイルさんみたいなことやってそうそうそう、なんかちょっと映えがちょっと良くないとかってそう、映えを気にされててすげーな。それをその場ですぐ LINE、まあ、お孫さんに今日のご飯はこれだよって言って、SNS とか SNS っていうか、まあ、スマホをバリバリ活用されている方もいらっしゃってて、やっぱそういう方は、そういう方っていうか、まあ、限らないですけど、はい、気持ちが若いというか、なんかすごいいっぱい趣味がある方で、また自分で絵を描かれたり散歩して常に外に出たりとか、すごく元気な、とっても若々しい方でしたね。生き生きされてました、とっても。はい、どんどんね、できることに挑戦しちゃうっていうのがやっぱり秘訣なんですかね。うん、そうですね、こう自分もびっくりさせられました、とっても。はい、なんかコメントもね、結構ありがとうございます。はい、イミッチャおじさん、あと大塚健二さんからも来てますね。健二、健二あ、もう東村にいるんですね。そうなんです、もう9月いらっしゃっていて、この、あ、そう、この前までなんかね、台風の被害に遭ったとか、お前とかで見たけどそうですね、まあ、それを無事、まあ、乗り越えたのかなって今いらっしゃってますが、あ、でもなんかね、外で片付けしてますって、すぐにはまだまだ程遠いですって。 外で生活してるんですか？あの東村のちょっととあるお家をリフォームというか、思いっきり改装というか、まあ、直してるって言ったら方が早いのかな。なるほどね。でもケンジー見てても思えますよね。ケンジーもお孫さんがいる、もう立派な、まあ、おじいちゃんですけど、そうなんですね。へえ、とても沖縄に来たらいろんなところあちこち行って人に会ったりして、ほう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 、動いてらっしゃるので、すごくいいなと思います ね。なんか沖縄まで来てね。はい、イミッチャおじさんもなんだ、私初老ですとかって初老っていくつなんだよくわかんないな。初老っていくつからなんですかね。うん、ちょっと秘密にしときましょうか、ね、うん、そこは言います。なんか年を取っても
嫁と娘の名前だけは忘れないように頑張ろうと。そうだ、それを忘れちゃまずいな、引っ張たかれちゃうな、はい、で俺失敗しまくりでそれを逆に自虐的ネタで話しますって、あそれもいいですね、多分周りからはアホって思われてるかな、事業失敗しても死ななければ良いことばかりと伝えていきたいって、あそれいいですね、まあ、そういうのを聞くことによってやっぱ元気が出る方たちもたくさんいらっしゃると思うので、はい、俺がおじいちゃんになってスマホいじるとあのおじいまた何見てるかねってなんかそういう何見てんだろうな、秘密にしときましょうか、大体男が見るのって決まってんだよな、あのサブアカさんという方は初めましてではないですか、サブアカさんという、あそうですね、はい、来ていますが、はい、ありがとうございます、はい、好奇心をなんだ、好奇心を潰して融合するのが成功のコツだったから、経済成長期は経済成長期はもうそうですね、経済成長が終わっちゃったんですもんね、なるほどね、じゃあ今はこれからは好奇心をもうまた、好奇心でやっていきたいっていうことですかね、はい、でケンジーはあれですか、もう何するんだろうな、もう30年後 PC って何、もっとすごいものになってるかもって、確かにそうですよね、あサバアカさんね、あのサバアカアット様、さまざまなレイヤーを生きる、この方も初めてですか、この方が、この方はさっきのあれですよね、はい、あなんか謙虚だと出世できないし悪循環だって、そうか、謙虚だと謙虚すぎても悪循環なのか、出世できなくて、それは、ま、あそうな難しいところですね、それは、ケンジーは健康で最低100まで生きたいな、だって最低でですって、最低で100、最低で100か、あでもケンジーはとっても言い方あれですけど、ね、長生きではないですけど、まあ、髪のあるなしじゃないんですねって自分でも言ってますけどねすごくずっと元気で、はい、いてほしいなって思いますね、立派なおじいちゃんというのは余計だそうですよ、あごめんなさい、なるほどね、本当にでもね県内で100歳以上1000人超えてるっていう方ですからね、すごいですね、長生きしたい人がね全部ね集まってきてください、はい、でもなんかあの年取ってからっていうとなかなか新しいことってどんどんできなくなってくるみたいで、もう初めにもう早くからねそういうことを始めてた方がいいですね、あまあそうですね、どんどんとねできない訳ばっかり出てきて、あそっかそっか、体の問題とかもね、あ、まあ、それは一番あるでしょうね多分、はい、健康面とかで、まあ、介護施設で働いてるとねあの結構ボケてきて、結構夜中に起きておしっこしちゃう人がいるんですって、なんかどっか誰か あの扉のところ行って、はいはいはい、でよくよくあのいろいろ考えてみると、どうも自分があの昔暮らしてたお家から施設に行った方で、で自分のうちのトイレの位置がそこだったとかね、なんかやっぱりあのボケーと夜中に行ってトイレ行こうなんて言うとやっぱり昔の記憶で、辿って、そうあそうなんだ、新しいことはどんどん忘れちゃって昔の記憶は忘れないとかっていう、だから結構小さい時こんなだったよって結構繰り返しお話をされる方とかもいらっしゃいましたね、そうでもさっき話してたことは忘れちゃうんですってそれで何度も何度も同じことを、はい、お話っていうか、そう、でもこれのこの新聞面白いですよ、あの県内の長寿者上位20人なんて出てますよ、1位がガネコカメさん、女性やっぱりね114歳、読谷さん114歳、へーすごい、でね非公表の5位からね、あの5位と6位あとは8位と9位は非公表なんですけども、やっぱりねずっと女性ですね、2位も女性、そうなんですね、泣き人村に住む112歳ですね、わお112歳2人もいますよ、すごいな、うるま市のねお、人とかね3位が、はい、で男性出てこないな、非公表も全部女性ですね、そうなんですね、やっとね16位に非公表の男性の方が出てきました、お、はい、
そんな感じですね。やっぱり女性強いな、やっぱりな。うん、うん、あ、なんかあの全国の女性の最高齢はもうギネスで男女を通じて在命中の世界最高齢に認定されているんですって。へえ。福岡県の方。うん、おいくつなんですか？116歳。116歳。うん、沖縄の人もあと2年頑張らなくちゃいけないですね。はい、そうですね。114歳が1位だったので、うん、そうですね。116歳。でもまだまだまだいきそうですからね。うん、田中かねさんという方ですね。うん、男性で新潟県の上越市で渡辺さんという方がね、112歳だそうですね。すごいですね。あの確か昔金さんと銀さんっていう、うん、金も100歳、ね、銀も100歳って言ってね。あ、はい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 、うん、私がとっても小さい時だったんですけど、はいはいはい、とても印象に残っていますね。よくテレビメディアにもよく、あ、出てましたね。はい、出演されてたので、はいはい、すごく覚えてるんですけど、またね、すごかったですね。金と銀というのね。じゃあ3人目の方はどうかっていうと、どうなんでしょうね、うん、よくわかんないですけどね、うん、はい、で、あれですね、県内の長寿者上位20人の名前がちょっとね載ってましたね、うんうん、面白いですね。新聞に載ってるんですね。新聞に載ってましたね、14日土曜日のね、琉球新報に。本当につい最近の、うん、ほう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 、まあ、一応言ってもいいんでしょうね、新聞に載ってるぐらいだから、うん、大丈夫だと思いますが、はい、いやこういうまたニュースを見ると、うん、なんか元気というか元気出ますね。そうですね、うん、なんかちょっとね50歳ぐらいでグツグツ言ってらんないですよ、うん、本当にね。うん、もうなんかあ、もうみんないろいろとツイキャスですか、ケンジーが出世や楽しいこと全部ひっくるめて明日がワクワクして早く来ないかなの気持ちでいつまでもいたいなって。わー、すごい、これ素敵だな、うん、うんうんうん、確かに、まあね、これは年を重ねるにつれて私もなんか大事にしたいというか、うん、毎日ワクワクして過ごしたいですね。いいですね、なんか100歳になってワクワクしてるおじいちゃんとか見てるとね、はい、うん、子供も孫もひ孫もね、頑張んなくちゃなってきますよね。そうですね、はい、はい、で、イミッチョウジさんは定年後は、泣き人村のじいちゃんの家を改装して住んで一角に喫茶店をしようかなと思います。いいですね。おー、いいですね。山の中にある家なんですって。おー、で、バイクが好きなんで、あ、僕も好きですよ、はい、バイク好きな人が集まるような美味しいコーヒーを出す喫茶店をしながら老後を送るのが夢です。へえ、バイク乗ろうかな、また。じゃあまたあれじゃないですか、イミッチョさんが本当にこのバイク好きな人が集まる喫茶店を出したら、ね、あ、ぜひぜひ。ミネタさんも、はい、バイク乗っていいですね、うん、それにあのやっぱ北部ってドライブとかにもやっぱ気持ちいい最適な場所じゃないですか、うん、バイクとかでですね、はい、へえ、いいな、素敵ですね。どうしよう、まだ練習しなくちゃ。ケンジーもね、100歳で車の運転、その頃自動化になってるといいなって。あ、でも、うん、まあ、その自動化になった車が100歳まで対応化だったらまたすごいですね、うん、車も100歳みたいな。うん、そっか、そうだよ、判断力がない100歳を乗せる車で、はい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 、自動化でまずいのかな、自動化、いやでも法律変わってるかもしれないしな、うん、もう AI がね頑張ってくれれば、うん、そうです ね、 ね、どうなるか分かりませんけどね、うん、確かに、まあ、楽しみでもありますよね、うんうん、でもあの最近の車面白いじゃないですか、あのなんだろう、バックするのにバックして、あの縦列駐車とかって苦手じゃないですか、みんな、はい、なんかボタンを押すと縦列駐車とかしてくれる車とかあるらしいですよね。それは初めて知りました。本当ですか、すごいですね、うん、バックで駐車とかしてくれるみたいですよ。勝手にってことですか。勝手にっていうか、そうそうそう、ちゃんと安全を確認して画像が出てきて、その画像のここに駐車するよっていうボタンをちゃんと押して、うーん、 OK かなみたいな、ちゃんと確認するんでしょうかね。へー、うん、すごい、車の方に注意されちゃったりしてね、そこ止めらんないよとね。便利ですね、でも。まあまあ、でもちょっとねアシストしてくれるのはやっぱりありがたいですね。そうですね、はい、安心して乗れるっていうのが、うん、
なんかもうね、あのケンジさん、車がお薬の時間だから左寄りますとかって言ったりして、あ、そういうのもいいかもね薬飲む時間ですよとかね、車乗ってる時にもね、ちゃんと感知してね、はい、うん、車か携帯でよくないですかスマホからなんかお薬の時間ですみたいな、はい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 そうそう、最近の車でびっくりしたのが、僕あの、はい、結構20年前かな あのステップワゴンっていう車乗ってたんですよ、はい、ずっと未だに。そしたら、ね、今の車って鍵って使わないんですね、うん、キーじゃなくてなんかちょっとしたあのもっとあのスマホよりもちっちゃいような、はい、あ、うん、ただの黒い箱みたいなものを持ってて、はいはい、それ持ってるだけで開けられるんですね、うん、ドアね、あ、もう自動で近づいたらピッて開いてみたいな、そうそう、もう、はいはい、もうそのままドアを、ね、引っ張るだけでね、カチャッと開いてね、うん、エンジンもボタンを押すだけなんですよ、車の鍵を持ってる人は、うん、鍵っていうのは刺さないですね今ね。あ、まあでもスペアでちょっと持って、まあ、あのそこにね、そうそう、あの電池があのその箱のボタン電池でね動くんで、電池がなくなった時のためにちょっとした鍵みたいのはあの刺さってますけども、普段はやっぱりそうこう鍵を回して開けるっていうのもできているんですかね。ほうほうほう、どんどんとね新しいものをねあの扱うにはね、昔の知識だと全然どうなってんのこれって、鍵ないけどみたいな感じでね、びっくりしちゃいましたよ、はい、なんかすごい、あのイミッチおじさんは財布の都合で5年後に 1800cc のバイク買うので、うん、一緒に走りましょうだって。財布の都合で何、そんなすごいバイクを買っちゃわなくちゃいけないの？もう全然わかんないですね。バイク、オートバイってさ、普通にあの 50cc の原付って 50cc なんですよ、うん、1800cc って車でも最近ね、なかなかあの1000cc とかね、コンパクトカーだと 1500cc とかじゃないですか。それよりも大きいエンジン積んでるオートバイって何よそれみたいなね、そんなの買うの。ミネタさんはどんな、あのバイクに乗ってたんですか？僕ね、あの一番最後に乗ったのはね、うん、あの鈴鹿サーキットとか走るオートバイ 250cc の、もうかっこいいスポーツ、かっこいいっていうかね、かっこいいのかな、よくわかんないけど、もう全然わかんなくてバイクとか、あの、うん、なんていうのかな、レースをやるオートバイ、はい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 、あれを乗ったぐらいかな、普段だからあんまり乗ってないですよ。あ、そうなんですね。もうしばらく乗ってない。え、それは趣味だったんですか、うん、もうバイクが好きで、まあ、趣味から始まって仕事だったんですけども、はい、なるほど、うん、へえ。沖縄来てからはもうバイクはもう乗ってないですね。そうなんか、ごめんなさい勝手な私の個人的なあれですけど、はい、海沿いとかせっかくドライブ、いいドライブコースあるから、なんかバイクで、ね、はい、そうだよね、やったらすごく気持ちよさそうだなって、うん、多分そうやってツーリングに来る方ね、いると思いますよね、うん、たくさんいますよ北部とか、やっぱり、うん、そうそう。で趣味がね、ウィンドサーフィンとか行ってね、海たくさんあるじゃないですか、ウィンドサーフィンもたくさんやってて、はい、あったかいし、そうなんですか。そう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 、でも20年ぐらいやってないですよ。あ、そうなんだ、すごいアクティブ。せっかくね、せっかく来てんのに全然ね、うん、やってないというね、もったいないことですね。あの海でぜひやっていただきたいですね。はい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 、ね、すごい、あの、あ、ギボッチが、あ、ギボッチさん、うん、ナイトライダーわらわらって、これもバイクですか？うん、ナイトライダー、ナイトライダーは、ナイトライダーはバイクじゃないよな。夜に乗るってことですかね。ナイトライダーっていうね、映画があったんですよね。ああ、なるほど、うん、ケンジーもそんな大きなバイクあるんですか、びっくりしてる、うん、私の軽自動車 660cc ほぼ倍ですね、うん、ね、あ、ケンジーはもうそうか、いつか携帯電話に薬、お風呂、病院とか管理されそうだなって。携帯に管理か、うん、なんかそういうのも今もありそうな感じしますけど ね、 もう、うんうんうん、小春ちゃんには、あの、いみちおじさんは、はい、小春ちゃんにはたくさんのおじさんがいるので車入れといてって鍵渡したら、私たちおじさんが勝手に車車庫に入れとくから自動でなくても大丈夫だってはあ、ありがとうございます、うん、ありがとうございますか、ケンジさん、あ、バイク詳しいんですね。あの 250cc だと HRC、TZR とかあって、 YZR かとかって、もう全然わかんない、うん、そんなようなやつですね。あの RS っていうね、かなり昔のね、はい、あの、なんて言うんだろう、昔の漫画で言うと、あのバリバリ伝説のコマ軍が乗ってた、あの 250cc の
バイクですね、はい、あれをちょっと乗ってましたね。そうなんですね、はい、そうそう88年なのにね、85年型の、ね、やつを乗ってましたよ。へ、はい、頑張ってました。予選落ちしないでなんとか。あ、もうレース自体にレースやってました。ちょっとだけ、すごい1年間だけね、うん、そうなんですか。そうそう、すごい、すごい人ばっかりなんで、すぐ辞めちゃいましたけどね。あ、そうだったんですね。気違いばっかりですよ、レースなんかやるのね。うん、根田さんアクティブですね、めちゃくちゃ。すごい、みちおじさん10年前まで1300人乗ってたって。仕事終わりに豊見城の瀬長島でバイクにまたがりながら夕日を見てました。なんか絵になりますね。そうですね、うん、缶コーヒー飲みながら、うん、なんかあのコマーシャルになりそうだね。あ、確かに確かに、うん、あのちなみに私、はい、ごめんなさい、勝手にミネタさんにお聞きしたいことがあるんですけど、ええ、さっき何でしたっけ、海でやってたっていうの、ウィンドサーフィン、ウィンドサーフィンされてたって言ってたじゃないですか、はい、沖縄来て、はい、まだやってないけどやってみたいこととかってあるんですか。ごめんなさい、ちょっと話変わっちゃうんですけど。やってみたいことね、たくさんありますよ、はい、うん、あの沖縄に来てからはウィンドサーフィンもやるんだけど、はい、あの海藻セーリング、あのタコみたいなの扱って、はいはい、あのボードを走らすみたいな、はい、そういうのもやってみたいなと思って、沖縄来てからはじゃあ落ち着いてなんかマリンスポーツとかは全然、そうなんですか。たまにね、あのまあまあボートとかもね乗る時もあるんですけども、はいはい、おお、そうなんだ、うん、でも趣味でそういうのをやったりっていうのはないですね、うん、そうなんですか。趣味で行きたいな、うん、ちなみに沖縄在住されてからどれぐらい。7年、7年ちょっと。あ、そっかそっか、うん、あ、まあでもその間にお仕事とかでバタバタされてとか。そうですね、なんかいまだにバタバタしてますね。あ、そうなんですね、うん、なんかぜひ時間がなんかある時にやらされてほしいですね、うん、せっかくなので。やっぱり奥さんがね、奥さんをなんか趣味にあの走らせるのがいいですね。奥さんも一緒になんか、あ、ウィンドサーフィン行きたいわとかって言ってくれるようにならないとね。そっかそっか、そう、一緒にも連れて行って家族でみんなで楽しむっていうのが、うん、そうしないとやっぱりね、うん、あ、なるほど。一人だけでやってるとなんか指さされそうですからね、うん、なんか一人でやることばかりじゃないですか、バイクもウィンドサーフィンも ね、 あ、そうですね。特にウィンドサーフィンなんてね、風がないとできないから、うん、そっか、風ある時にウィンドサーフィンやらない人が砂浜にいると辛いですよね。あ、そうなんですね、砂が目に入ったりね。あ、そっかそっかそっか、髪の毛はおかしおかしはんないしね。なるほど、暇だしって。ちなみにシュノーケリングとかは、あ、いいですよね、そういうのやっといいですよね、はい、家族みんなで、はい、そうそうそう、あ、そういうの楽しいですよね、はい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 、そうしよう。それだな、北部とか行けば、うん、女村に青の洞窟とか、まあ、あ、地元民がもすごい楽しめるところがあるので、はい、ぜひと、私まだちょっとやっぱりシュノーケリングとなるとちょっと怖くてビビってしまって。怖いんですか。はい、ちょっと怖いですね、やっぱり海の中に潜るっていうのは。そうそう、なんかボートなんか乗ってても、はい、あの沖縄の海って底が見えるじゃないですか、うん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 、そうすると怖いらしいですよ、高所恐怖症だと。あー、やっぱそうなんですね、うん、そう、高所恐怖症だから海見ないとかって。あー、もったいないですね、それはちょっと、ね、うん、そうそうそう、うん、あ、ギボッチ、あ、オリンピックの無人タクシーが楽しみって。無人タクシー走るんだ、うーん、へー、あ、ケンジさん、すごい、レーサーが島移住縁なんですかねって。うん、そんなにすごくないですけどね、僕のね。みっちょうじさん、沖縄出身者より内地から来た方々の方が沖縄めちゃ楽しんでる感じがしますねって。でもこれは結構どこ行っても、どこ行ってもっていうか、うん、そうじゃないですか。そう見えるのかもしれないですね、うん、はい、で、あの、ケンジさんは、そういえば沖縄人や気候が暖かいだけで何がしたいってない、どうしよう、これは沖縄中がってことですかね。自分がじゃないですか。あ、ケンジ、あー、そういうことか。でも、なるほど、でも住むところ一生懸命ねやったりしてんじゃないですかね。はいはいはい、あ、ケンジ、そっか、そういうことか、うん、確かにケンジ、あの沖縄に来ても、うん、観光、やっぱり内地県外から沖縄に来たら皆さんやっぱ美ら海水族館に行きたいとか、はい、首里城に行きたいとか、実際にそう計画して行く方が多いじゃないですか、やっぱり。ケンジーはやっぱり結構なんか、そっか、引きこもり、いや東村に引きこもり、引きこもりはない、
ていうこともなく、いろんな人に会いには行ってるんですけど、はい、確かに沖縄でなんか観光地、すごい有名な観光地に遊びに行く、行きたいとかそういうのは聞いたことあんまりないかもしれないです。ケンジーはすごく人とのつながりを大切にされてるのかなと思って。それも一つの いい感じですよね、うん、観光地だけじゃなくてね、会いに行って、それいいな、いろいろつながりを大切にされてるのかなと。それいいですね、うん、そこから始まんないと ね、生活は確かに、観光以外でもそういう楽しめるなんかあれがあるのかなと、はいはい、素敵ですね。なんかイビッチおじさんはね、おじさんたちでじゃんけんして小春ちゃん背中に乗せて潜りますか、バリス高そうね、うん、スケベですね嘘嘘、まあ、そう、もう男はね元気な秘訣ですね、そういうのね、もうイミチュさんもすごい長生きされそうですね。ね。あとそうですね、まあ、あの新聞の中でね、その高齢者の関係でですね、はい、地域の高齢者の支え合いっていうのはあってですね、はい、まあ、ここでも書いてありますね、65歳以上の人口が急速に増加してるって、はい、で2055年には 39.4% が65歳以上になるということですね、うん、もう国民の5人に1人が高齢者になると推計されてるんですって、で一人暮らしとか老夫婦世帯の増加に伴って、もう地域住民による見守りとかね、うん、問題の早期発見、うん、関係機関への連絡や連携など、うん、近隣の助け合いの仕組み作りが喫緊の課題となってるんですって、うん、はい、まあ、そんな中でね、地域の福祉ニーズが増加多様化する中で家族の介護力は低下すると、 あと介護保険事業や行政サービスだけでは支えきれない現状になってくるということで、はい、もう地域の人たちの参画と共同で、うん、支え合う共生社会の実現を目指しているって、もうさじ投げちゃってますね、もうね、うん、もう社会福祉協議会、全国のね市区町村に社会福祉協議会っていうのがあってですね、はいはいはい、社協とかって呼ばれてるんですけども、はいはい、それがあの地域住民を基盤とした支え合いの活動を行ってるんですって。あ、でも最近沖縄でも私結構身近によく聞きますね、この社協さんだったり、地域のこの方たちの高齢者とかに対するなんて言うんだろう、つながりを、地域のつながり大切にしようっていう活動だったり、はいはい、そういうのすごく盛んになってきているのかなっていう感じが、私もしています、ね、とっても、はい、もうなんか地域の住民が要援護者を定期的に訪問して安否確認をする地域見守り隊とかね、あと地域集会場や個人宅に少人数の住民同士が集うふれあい生き生きサロンとか、健康上の不安がある高齢者の緊急事態応や、緊急連絡先への正確な情報提供ができることを目的とした緊急医療情報キット配布などの事業を地域の自治会や民生委員等と連携して住民の協力を得ながら推進しているということですね、まあ、本当にこういうことでちょっとお困りの方はですね、お住まいの市町村の社会福祉協議会にお問い合わせをお願いしますということですね。はい、そういうのがあるんですね、うん、もう本当にみんなでね、年取ったら支え合わないと、うん、若い人がね助けてくれるとか国が助けてくれるとかってね言ってらんなくなってる時代がね、多分これから来ますよね。そこでまた地域のつながりが大切になってくるんでしょうね。そうですね、だからもう県人みたいにね、あの人から入っていくのはいいと思いますね確かにそうですね、はい、はい、でもなんか、マイケルさんという方から聞きますよ。マイケル T さん、はい、那覇より小座が好きな関東人です。 ありがとうございます。へえ、いいですね、私も大好きです小座、うん、小座ね、ディープですよね。ディープですよね、本当に面白い、いろんなお店があったり、そうそうそう、はい、あそこなかなかね、うん、え、もう行ったことあるんですか。もう 顔パスとか、あ、小座、まあ、そうだね、FM 小座でやってるんですもんね、もうね。まあそうです、姉妹局になるんです、他局になるんですけど、はいはい、はい、だからもうよくもう、はい、行きますね、あっちはお店だったりいろいろ回りますね、やっぱり。どっちかっていうと、でも知らないと、男の人は楽しめるかもしれないけど、女の人はよくよく知らないとちょっと怖いかもしれないですね。ああ、まあ
そうですね。でも、なんだろう、みんな楽しんでると思います。はい、女性男性関係なく。あ、そうなんだ。じゃあ今度教えてもらわなくちゃ。はい、はいはい、なんか由美ちおじさんは健二さんに給料払って営業させたらたくさんスポンサー作れるようだって真実には厳しいかとかね。もう夜の小座で遊んでみたいとかね、いろんな、ことできましたね。はい、面白いですね。はい、じゃあそろそろあれですね、一旦 CM の方に入らせてもらいますね。はい、ずいぶん過ぎちゃった。意外とこんなの時間使われちゃうね。10秒前です。はい、5、4、3、2、はい、かけます。はい、沖縄移住でワクワク楽園生活後半に入ってきました。またよろしくお願いしますね。またあの健二さんから由美ちおじさんからいろいろメッセージが入ってますね。沖縄移住本当に考えている人は一度沖縄に来て雰囲気や人自分で感じると分かると思います。そうですね。はい、ケンジさん、ミッチおじさんはね、ケンジさんはもうすでに半年前からうちなんちゅですって、あれはどうなってる、これはある、来る前から不安が先行してるとできるものもできなくなってしまう気がしますって、ケンジさんね。そうですね。実際ミネタさんはどうだったんですか、沖縄移住する時っていうか。そうですね、やっぱり不安はもちろんね、何を始めるんでも不安があるんですよ。まあ、確かにそうですよね。はい、僕なんかあの、そうそう、あの20歳で初めてあのレースに出たんですよね。そのレース関係で話すと、やっぱその時はね、心臓がね、喉から飛び出そうで、はいはいはい、もう好きなことなんだけど、なんかやっぱり試されちゃうから、自分の実力とかが、なんか理由つけてね、雨が降ったからなんか中止にならないかなとかね、一瞬考えちゃったりもするけども、はいはい、でもね、あのスタートライン立って始まってしまうともう夢中ですから、そこまでなんですよ、不安ってね、始めるまでが不安だから、確かに、そうそうそう、それまでのことだから、始まってしまえばもう不安っていうのは消えちゃうんですよね。もう、やらなくちゃいけないっていうか、目の前にあるわけだから、そっかそっか。でもやっぱり新しいことに挑戦するっていうとなると、はい、やっぱり不安とか緊張はつきものですか。そうそう、でうちの子供なんか見てると、あの今バレーボールやってるんですけども、小学校いいですね、4年ぐらいから始めてんのかな。でちっちゃい頃には始めてると、不安よりも先に今 の, あの指導者たちってすごくよくできてて、よくいい人ばっかりで、あの楽しみを教えてくれるんですよ。あ、なるほど。絶対怒らないんですよ。怒られるのはやっぱり人に対して悪いことした時とか、あのマナー守らなかった時とか、あの挨拶しなかったとか、あ、ちょっと社会、そうそうそう、そういう時だけで、バレーボールに関して失敗しようが何しようが全然怒んないんですよね。あ、そうなんですね。そうそう、挑戦してあのダメだった時とかは、いいよいいよその調子でもうちょっとこういうふうにしてとか、
でこういう風にしてっていうのをちゃんとやって今度できるじゃないですか、うん、そうするとまた褒めてくれて、でどんどん上手くなってくるっていう経験をしてるから、はい、なんか試合とかそう練習とかね大好きらしくて、あ、とってもいいことですねそれって、うん、でそれ結構自信があってね、うん、一つ自信があるとやっぱりねちょっとぐらいいじめられてももう平気じゃないですかね、もしかしたら、うん、生きていけるかもしれないと思って、へー、うん、ちょっとスタイルも変わってきてるんですかね。そうですね、で水飲みなさいとかね、昔は部活でね水飲むなとかって言われてた時代なんですよ、意地悪で、意地悪かどうか分かんないけど、まあ、ちょっと厳しく、うん、まあ、先輩後輩の縦社会はまあさておきね、うん、あまり理不尽なことはされなくなってきてますね今スポーツのはね。いやでもやっぱり楽しむのが一番ですからね、うん、うんうんうん、何でも、はいはいはい、でそうそうそう、さっきのあれ高齢者の関係でですね、沖縄旅行もバリアをなくそうっていう感じでね、県がもう観光業者にセミナーを開いてるみたいですね。なんか沖縄を訪れる高齢者や障害者に配慮したバリアフリー対応などを共有しようって言ってね、うん、なんかやってるみたいですね、うん、でもなんかあれですね、空港の障害者用の駐車場とか、うん、結構いろいろいろんな車が止まっちゃったりしてるんですよね、うん、まずそこからちゃんとね、うん、始めないと、見ますね、見かけますね、うん、そういうコンビニとかでもあるかな、うん、でもあれですね、バリアフリーネットワークっていうのがですね、うん、観光案内所とかね、うん、はい、車椅子の貸し出しとかも実施してるみたいですね。へえ、そうなんですね、利用者の9割はまあ高齢者で、うん、普段は歩くんですけども、うん、旅行中ちょっとね移動したり暑いですからね、うん、そうすると、まあ、不安を感じるんで、うん、そういった時に車椅子を利用するっていう、うん、はい、そういう時利用してくださいねってことですね、はい、あとトイレの情報とかね、うんうん、これちょっと命にも関わりそうですからね、うんうん、施設側がトイレ情報を積極的に発信しないといけないんですけども、なかなかそういうのが伝わってこないんで、はい、あとなんだろう、オストメイトっていうんですか、人工肛門とか人工膀胱とかついている方が、まあ、だいぶ増えてくるでしょうね、観光客の中にもね、はい、まあ、排泄物を入れる道具を腰につけて生活しているって人がいますので、そういうのを理解した上でなんか皆さんもね、そういう人が観光してるってことでね、はい、そういうことをなんかいろいろとやってるみたいですね、はい、じゃあなんかだんだんもう、あとそうですね、月曜日になるとね、はい、水難事故が結構増えてるそうで、はい、3連休月曜日2回ありますんでね、今日も月曜日ですから、うんうん、水難事故に気をつけようってことを、はい、書いてありますね。まだ沖縄海も入れますからね。そうですね、はい、はい、まあ、そんなわけでですね、はい、弓長寺さん、大塚健二さん、ありがとうございました、うん、はい、紹介しちゃおうかな。針が不安よりやりたいが超えられたら GO ですねって、不安よりもそっかやりたいが超えたら GO ですねって、はいはい、あと沖縄の冬は高血圧の人とか本当に寒暖の差が少ないから安定するはずって、私がそうでしたって健二さんがね、なるほど、 いいことありますね、はい、じゃあそんなわけでですね、今回ゲストなしで私、お送りしましたけどもね、来週収録放送の予定です。この後午後5時からはサザンブリージです。チャンネルはそのままで引き続きお楽しみください。お疲れ様です。すごい引っ張れちゃったな。ありがとうございます。収録はいつになりますか。今週土曜日ぐらいになりそうですけどね。あ、今週土曜日。